宿の探偵だぞ、島宿宿虫宮だ。僕たちね、街中で知らない人に話しかけられることがたくさんあると思うんですけども、ちょっとだけ東海オンエア知ってるって人に、誰かわからないけど東海オンエアなんだろうなって感じで話しかけられることあるじゃないですか。今日はありました。ああ、本当ですか。僕らの人ですか。はい。だから虫眼鏡ってことだから知らないわけですね。だからもし、あ、そうです、東海オンエアの哲也ですって虫さんが言ったら、その人の中でその人は哲也になるわけですよ。はいはい。っていう現象を利用しまして、今回ですね、僕たちがとあるメンバーになりすまして評判を下げてやろうというね、目論見をしてみました。なるほど。その人っぽい見た目と。なるほどじゃないよ。めっちゃあるもん。いや僕もなんでとあるメンバーって言ったの。もうそうですよ、虫眼鏡ですよ。虫眼鏡の評判を今回下げようということでね。どうして下げる。愉快犯でした。もう誰でもよかったんです。なりすましやすいのはやっぱ虫眼鏡かなって。黒髪のカツラかぶって眼鏡かけてやればもう虫眼鏡だろっていうね。で、眼鏡かけてそれぞれね悪さしてきました。で、それを見て一番虫さんにおいーって言ってもらえた人の勝ちでございます。声出ししてきましたよ、もう。今日この撮影するって聞いたから。まあね、ちょっと嗅ぎつけられてるもんね。何個かで隠せてないのか。評判下げるって言ったんでね、隠せないぐらい評判が下がってるっていうものもね、どうやらあるみたいですね。楽しみになってきました。早速順番に見ていきましょう。っていう入りだったんですけど、僕のガチなんですよ。ガチ？え？ガチで虫眼鏡がやばい映像が送られてきて、やばい。マジやばいっす。一回見て、本当になんか悪行を盗撮したみたいな。これ出せないかもしれない。やばいかもしれない。いや本当にこれ炎上する、やばい。こちらです。出ないと思うけどな。暇だな。いいですか？おめでとうございます。いいですか？おかしいな、真似しやすいと思ったんだけど。無事眼鏡じゃないですか、これ。これトヨタの CM ののび太くんの成長のみたいな。やたらスマートだな。もう一回最初から言う。もう一回見ますか。いや、でもちゃんと虫眼鏡だと思うんですけどね。これちょっと努力していただきたかったな。暇だな。物産殿、僕暇嫌いなんだよね。そうだ、こんな時は僕の趣味の悪さでもしようかな。こんなとこに岡崎で一番おしゃれなカフェが。そうだ、悪さしよう。いや、僕虫眼鏡サイン書いてある。ええお勝手にやばいでしょ、これ。勝手にだよ。やばくね。あんま嬉しそうじゃない、はい、嬉しいっしょ。ありがとう、ね、ありがとう。はい、バイバイ。美味しそうだね。ちょうだい、一口。やだ。一口ちょうだい。やだよ、やだ。おい蓋取って、しかも。うわ、最低、やだ、最悪。最悪。最悪だな。ジュース飲んだらおしっこしたくなっちゃったな。丸びれてないな、顔が。ここに行くか。え、これまずいな。やばいでしょ、これ。これまずい。そうだよ。あー、あー、すごいすごいすごい。おー、ついよ。あー、気持ちいい。長っ。尿道どうなってんの。あー、すっきりした。びしゃびしゃじゃん。これやばいんだよ。びしゃびしゃだよ。本当に迷惑。やばくない。うわ、冷や汁割る。うわー、キモ。うざ。目の前。え、うわー、やばい。あー、すごいな。しかも肉だ。デート楽しんでね。クソ落書き第1位。そろそろ帰ろっかな。はい、はい。やばい。いや、やばいでしょ。やばい。回収するかのように。どうも。ありがとうね。え、ありがとう。じゃあね。おー、やばい。やばくない、虫眼鏡。え、おい、あれ、まあこれはね、僕の中では、はい、この程度かくらいでしたね。ああ、そうなのね。あと、ツイッターでも見たんですよ。で、たまたま見つけたんですけど、はい、ハッシュタグ虫眼鏡キモすぎて調べると、はあ、ほら、虫眼鏡カフェでタッチションしてたんだけど、ジュース飲み干された、勝手にサイン書かれた、さっきの彼氏もカバン持ち帰ったとか。いや、これはちょっと、おい、これはおい。さっきてちゃんが入りに行ってたけど、本当にね、はい、動画のあんま知らない人が偶然このハッシュタグ見つけたら、虫眼鏡って名前だけ覚えて、見た目はあんま覚えてないけど、こいつたちがキモすぎのやつだ。そうね、可能性ありますよね。ということで、改めて今のを見てどうですか。おい、おー、まあ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 、一応ね、りょうくんのね、カフェじゃないですかね、実はね、あそこにいる人だから、一応遠からぬ視聴者さんの可能性が非常に高く、虫眼鏡を見て、こいつりょうやんっていうことは気づいてると思うんですよ。だからこのね、ツイッターだけですね、ツイッターはちょっと知らない人の目に触れる可能性もありますから。いやでもまあまあ、これくらいはね、全然僕の広い心を許しますよ。あのクオリティにね、バークだと思うけどね、お金。それクオリティが。僕もね、なんか SD カード間違えてたかなんかで、データがなんか入ってて、虫さんの。あ、本物ってことですか。本物。やば。ガチになっちゃう。じゃあこれ普通に動画出せないかも。見よう。証拠あります。謝罪動画になっちゃうかもな。やばい。じゃあ行きます。僕の入手したデータ、こちら。虫眼鏡。おい、お前が僕を
子にはもうこういう風に映ってる。もう一回 見させてください。ちょっと見た目のクオリティの低さは僕にとってはありがたいことさ。調子悪かったのかな。虫眼鏡でーす。パチンコ信頼入荷してるわ。五反田のラブホ街に来てます。喋り方やな。今日はどこのラブホテルに入ろうかな。やば、よし。トゥドゥト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 ゥ。やべえ、鼻歌が EDM になっちまうわ。この虫眼鏡様と。ふざけんじゃねえよ。写真なんてダメに決まってるだろう。僕のような高潔な人間と写真を撮れるわけがないよ。うわ、虫眼鏡今日どこのラブホテルに入ろうかな。虫眼鏡ちょっと訓にしすぎて唇切れちまった。やにぎれやにぎれ。虫眼鏡の本発売してます。もうさ、実際さ、僕よりさ背丈がさ大きいやつさ、人権剥奪してほしい。あ、やべ、ちょっと喉乾いたわ。うめえ。間違えてる。いや、ちょっと場所移るわ。今ね、あの高潔な僕ともなると虫眼鏡です。知り合いの画家の画家の高潔な個展に来てやった。知り合いのね、杉山さんという。お、杉山さんだ。うっす、どうも。あ、うっす、虫眼鏡でーす。虫眼鏡金持ちだから全部買っちゃおうかな。マジでこれすごいっすね。まあ、素晴らしいんだけど、この個展は僕のブロマイド持ってきたんですけど。あとやね、いい、うん、いいアートでしょ。なに怖い。メガネに母乳かけてよ。なんつーの、何どういうの。ダメだこれは。ダメじゃん。ちょっとごめんね、あのこの ものだけが一人歩きしたら大変なの。熱いよ、あなた。全部チェックしないとやばい、これは。え、ちょっとごめんなさい、動画長すぎませんか。まだまだ半分いけない。悪行をかといって見ないわけにいかないんで。見ますよ、はい、すいません、知らんからね。これの味出るっしょ。これはね、うん、顔でかい。なんで顔でかくするんすか。すごい顔がムカつくね。オーラ見えるんですよね。結構ガリガリ見える。人のオーラ、うん、色だね。あとは煙っぽい人もいれば、はい、光っぽい人もいれば。今の僕の虫眼鏡のオーラってどう。臭い。臭い。ポンポンポン、虫眼鏡でーす。昨日虫眼鏡ラブホに8件行ったとして、パチンコに行き15万負けたよ。だから払いせに事務所のウームに来ました。おー、虫眼鏡です。見てください、ここ。わー、すごいサインがいっぱいある。我らがヒカキンさん、はじめ社長もね、僕の神のサインがある。ね、ここに。悪っ。笑いすぎてる。笑ってんな。あとひげ剃ったな。本当だ。あとこれ封印ね、ロゴは達成から。え、それはダメだよ。あの飾るわ。番組の特製。おい、俺はダメなんだって。おしゃれ。え、マジでおしゃれ。おい。ちょっとやばい。おい。何ですか。俺はダメだよ。俺はダメだって。犬を投げて、なんで投げたくなるんでしょうねって言ってますよ。移動させてだけだと思いますけどね、これはね。あいつらの柔軟性舐めないです。犬の神経を信じたんだ。マジでおしゃれ。いや、マジ本当に、うわ、おしゃれすぎる。あと、あのパティさん、あの僕のライン見てください。え、はい、女がいないよ、娘がね、はい、車内に全部拡散しといてもらって。え、わかりました。うん、はい、本当に。え、マジでやばい。それはわかりました。本当に今日はこんなところで帰るわ。えい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 、はじめ社長じゃん、俺虫眼鏡。え、虫眼鏡コラボしよう、コラボしよう。しようしよう。え、芝居じゃない。虫眼鏡社長に渡したいものがあるんやけど。ことになってるな。極悪人なんだよ。僕の名前虫眼鏡にした人この人なんだから。確かに。なんなんこれ。自分で作ったブロマイド。え、どういうこと、どういうこと。何をしてんのあなた。今あの虫眼鏡に変装して。え、どうだったんだ。虫眼鏡評判落とそう。頑張って評判落としてすいません。てってれん。いやー、ちょっとね。あい、これはちょっと多いでしょうね。虫さんじゃなかったってことでしょ、つまり柴田雄介でした。だってカツラクシャクシャだったもん。
この人がね、変装してね、道端で喋ってんのは、キモい芝居がキモいことしてんなで済むから、実質ノーダメージですよ。あ、そうなのね。ブロマイトがやべえ。割といっぱい作って配ってましたんで。どうも、話しかけられた人に一応。あ、そう、もうじゃあ、世間に出回ってんだ、今。後から取り返しに行けないところに、バッってやるのやめてよ。あ、すいません、あの件なんですけどって言えないところに行っちゃうんですか。最後私ですね、はい、僕もなんですけどやろうかななんて思ってる時に SD カードチェックしたらちょっとの虫さんが僕の SD と間違えちゃったみたいな。マジ？いや完全に本物の虫さんだった。なんか目ガチで分かるの。マジか。やばい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 。まあ、もしあ本当あれだったら動画カットして真摯にチェックしてください。はい、これですね。皆さんこんにちは、虫眼鏡です。なんでさ、一緒にやってきたさ、仲間をさ、なんだと思ってんの。いや、ちょっと努力してるんだよ、これ。実力改善とかはちょっと努力。え、僕、口こんなんなの。ごめんな、今までこんなイメージをみんなにさ、増えつけちゃった。はい、こちらです、こちら、いきますよ。皆さんこんにちは、虫眼鏡です。今回は僕の評判を喋る、下げ、今回は僕の評判を下げる。あのさ、一応僕ね、ラジオのパーソナリティもやってるしさ、個人チャンネルもラジオやってるしね、ラジオアプリのね、アンバサダーとかやってんのよ。こんな滑舌悪いことないです。これは今、もしね、視聴者さんが見てたら普通に評判が落ちるかもしれないよね。そうね、落ちんだろ、それは。いきますよ。はい、虫眼鏡からのうざい贈り物をいろんな人にすることにしました。一人はヒカキンさん。ヒカキンさんには大きな段ボールを送りつけて、それを開けると中からちょっと小さな段ボール、それを開けるともっと小さな段ボール、それを開けると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 小さな入れ物があって、その中にうざーいのが入ってます。2人目はトミー。おすすめの美容品と言いつつも中身をすり替えた化粧水、乳液、髪の毛のなんかオイルを送りつけて、それを使ってもらいます。多分結構うざいです。最後は太田幸男48歳。彼は非常にこだわりの強い料理人なのに、その人に僕が今まで食べた中で一番美味しい食べ物ですと言ってカップラーメンをあげるというものです。うざいというよりは、お前本当に俺の飯食ってきたんか、お前の舌どうなっとるんやという意味での評判を下げていきたいと思います。それでは行きましょう。なんでこの人は評判を下げたいと思っちゃう。なんでこの人はさ、評判を下げたいと思います。どうだってさ、誰この人は誰ですか。虫眼鏡ですよ。なんで僕は僕の評判下げたがってんの。悪さ楽しんでるわけじゃなくなってるよ。ひねくれてんだわね、きっとね。僕は自分の評判を下げますって言った動画撮ってるから。変だな、この人。変だな、この人。ひねくれもんだけど、こんなに自分卑下してないって。でもなんか、やっちゃってたからさ。そっか。やったことだけは確認しましょう。こちらです。こんばんは、虫眼鏡です。はい、虫眼鏡です。完全に信じてます。こんばんは、社長さん、虫眼鏡です。お前、ほんとだけだろ。どうした。いつもお世話になっている最高の料理人の社長さんにお礼の品を持ってきました。今まで食べた中で一番おいしい食材です。これを食べて社長さんももっとおいしいラーメンを作れるように頑張ってください。ありがとうございます。むちゃくちゃいい人だね。いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。以上、虫眼鏡でした。おやすみなさい。はい、おやすみ。虫眼鏡でした。ありがとうございます。もう帰りましょう。では今砂漠くんらしい人からもらったなんかプレゼントあげてみたいと思います。最高の食材とか言ってましたけど。裏で何やってんの。テレビ見てんだな。テレビぐらい消せんのか、このやつ。どんなんだよ。カップラーメンだらけやないかい。俺ラーメン屋だけどカップラーメンを食べるってことかな。どういうことだ。途中で止めちゃいましたけど、はいはい、今のところまでは、はい、幸男もね、分かってますよ、僕じゃないってことをね。ああ、そうですね。正直、この企画がね、進行してることは知ってたんですけれども、このツイートを見てですね、はい、うっかり、何のことですかって感じてしまいました。リポ送ってましたよね。マジで忘れてて、本当に怖っと思って。このツイートしか見てない人は、絶対気づかないわけよ。しかも、幸男が言ってるっていうのがまた厄介。うん、今、大きい声出すとちょっとわざとらしいんですけど、はい、家でめっちゃ、あーいって言ってました。これは効果あったんだね。これいいですね。完全にね、なんでっていうことが世間に知れ渡ってますからね。残り2つ行きましょう。こんばんは、ミスターアイモンドのトミーです。先ほどですね、段ボールが届きました。こんなことが書いてあります。動画を撮りながら開けてね、虫眼鏡ということで急遽動画を回しております。なんか手紙が入ってますよ。トミーへ、親友の君にだけ僕の発見した最強の美容3点セットを教えてあげます。まずは極潤を顔に塗り、乳液をその上からなじませ、
て、箱のやつは紙にかけてください。ツヤツヤ色男になれます。美容3点セット。今日ちょっと俺収録があってちょっとメイクしちゃってるんですよ。大丈夫ですかね。すごい厳重に、こんなに梱包するかね。おー、ミルボンだ。タオルドライ後面倒風呂入った後だもんね、全部つけるのね、これね。お風呂入ってきます。え、面倒ということで、お風呂入ってきました。まずじゃあこちら、極潤こういうもんです。最低だ極潤、潤い極めすぎてるでしょ。乳液をつけていこうと思います。いや、これとこれの混ざり合わない空気すごいんだけど、実はもう肌まで飛んでるから乳液が乳液すぎる匂いだこいつも極めたんか、ね、いや、そんなことは書いてない。弾いてんな。うわー、ごめん、トミー。全然いい匂いじゃねえとかはね、ミルボンさんと仕事する時があるかもしれないすごいいい匂いです。まあね、王将の床オスだよね、オスじゃない、オスの匂いっぽいし、妊婦さんだと思われたのかな3つ塗ってみました。もう送ってこないでください。おい、酢の匂いがすげえ熱いし、どういうの問題か。おい、顔からもう牛乳の匂いするんだよ、熱いそれは俺が悪い。まあこれはね、はい、正直あもう先に言っちゃいますけど、はい、まあもうこの3つ僕はもう全部気づいてましたよ、はい、ああ、そうなんですね、まあ、ただ、はい、トミーはギリギリまあいいやと思います。あ、そうなんですね。まあ一つ問題なのはこのツイートが僕の誕生日にされていることですねややこしかったですなぜか逆にプレ悪いものをプレゼントしてるというね、うん、まあということで最後ですね、もう一番問題ですよ、はい、これが。ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。虫眼鏡って書かれたでかい段ボールが家に届いたんですけど、何も聞かされてないんで何喋ったらいいかもわかんないですけど、なんか書いてあんだよね。動画を撮りながら開けてね、ダメ打ち、バイの虫眼鏡って書いたツールって見てるからねダメだよ、ダメよ英語使ってちゃんと。なんだこれ、大きいの。それもさ、僕の名前さ、キン様になってるめっちゃめっちゃええな。やめなよ、キンさねえだろ誰がこんなに呼んでるんですか。ヒカさんとか頭だったよ、キンは取らんなのおかしい。おい、大丈夫かな、ほんとに大丈夫かな。ふやふやするわ、ふやふやしちゃった。中国の人っぽいね、キンさん。まあいいや、開けますよ。なんかこれ軽いんだよね、これでもプレゼントなのかな。虫眼鏡ありがとう。ごめんなさい。なんだ、もう一瞬になってんじゃん。なにこれ、もしかしたらいいものかもしれん。この中、箱の中身はなんだ。うわ、しかも柿下結構ね、あのあってなるタイプの開け方してるね三重になってんな。いや、これ最後まで箱とかやめてよ、マジで。これマジでさ、寝る時間割いてやってるからね。ごめんなさいそれは本当に申し訳ない。ほらほら言ってる、忙しいな。何これ、え、いいもんじゃない、マジで。いくよ、これ多分ここで出てくる。ありがとう、虫眼鏡。5個目なんだよ。普通にイラッとしてる。ダンボール処理するの大変なんだから。厳重になってきたぞ。これ6箱目か。うわ、めんどくさ。寝る時間割いてんだから。7箱目でなんか出た。え、なにこれ、怖いよ。なんかなんかのうんことかさ、じゃないよね。いや、なんだと思ってんすか、イカキンさん。え、なにこれ。いきますよ、もう視聴者の皆さん知ってんのかな。せーの、うい。おー、まだ、なんかくせえな。なんだこれ。え、なにこれ、なんかマトリョーシカみたいなのやってんの。なになに、これ頭開くんだけど。せーの、手紙入ってる。え、なんか紙入ってる。怖い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 。湿ってんな、この紙。なんで、虫ちゃん、覚えとけよ。やばいわ、これは。これはまずいな。やばい、これはもう本当に悪道がすぎる。これはひどい。まずいことになってるな。あ、まずい。これはまずいな。そりゃ怒ってツイートしちゃうよ。このツイート見た時にさ、フォロワー見ちゃったのよ。ヒカキンさんね、357万人だから。あれ、あれ、もう120万ちょいだから、200万人くらいは僕悪いやつだと思う。
なんか残るものをさ、やるのやめない全員ちょっとずつ残すよ本当に評判落ちた可能性あります。メンバーの評判が落ちるのは良くないことですよ。グループとしては痛手です。これはヒカキンさんに至っては多分東海内の好感度落ちてるよ。あれを刺したらそれは紛れもない。東海は全体の評判が下がっている可能性が高い。すべて飲み込んだ上でちょっと下がってすいません本当にすいませんすいません本当にトミーも社長さんもすいません本当に。これからねみんなの評判が上がるようにね頑張っていきましょう。うちの虫眼鏡が失礼しました。失礼しました。